どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン2ファイヤー前回の次からやっていきましょうということで、今回から京都編ですかね、小暮の万有寺編始まりましたということで、子供がなんか喋っております。本当だよ、この目でバッチリ見たんだって。なんか出てきた、あれ畜生の人かな、この人どないしたんどうす。また怪しい男がうろうろしていたであります。この子が見たのであります。変な格好したやつがさ、裏通りのあたりで話しかけてきた。裏通りのあたり、こらあんた、また一人で穴いなとこにかはったんか。あわわわ、また出たんどすか。今週に入って何回目やろ。物騒じゃの、ハエを捕まえてもらわんと安心できんわい。それがすばしっこくてなかなか捕まえられないのであります。本家も全く追いつけず、ダッシュしすぎて膝がガクガクするであります。まったくだらしがないの。やったらあの方たちに相談してみよう。修行を積んだ彼らならきっと捕まえてくれるはずどす。そうじゃな、あの方たちなら何とかしてるかもしれん。お前ももう一人でうろうろするんやおまへんで。はーい。誰？お、ヒロトじゃん。何してんの？ん？え？第4章、研ぎ澄まされし聖者たち。なめっちゃかっこよくね、タイトル。研ぎ澄まされし聖者たち。俺のことかな。ふうくんどう？稲妻キャラバンの感じは。うん、いいね、こういうの。なんか楽しくってさ。こんな風にたくさんの人と旅をするなんて初めてだから、とっても楽しいよ。響監督の言う通りに、吹雪を仲間にしたのはいいけれど、ここからどこに行くんだろう。皆さん、来てください。病院にいる半田さんたちと通信が繋がったみたい。お、半田！お前、本当に半田か？オーディンソードの方じゃない。ちゃんとしたオリジナル半田の方か。お、元気だね、まだ。よう、エンド、相変わらず元気そうだな。半田、それにみんなも、久しぶりだな。怪我はどうでやんす？もう痛くないでやんすか？病院の食事って薄味なんすよね。俺なら耐えられない。なんでお前知ってんの？お前入院したことあんの？もしかして壁山一回入院してんのかこれ。まあ待てって、まずは今まで何があったのか俺たちにも聞かせてくれよ。ああそれがさ、じゃあ俺少林と電話したいんだけど。はあ、せっかくジェミニを倒したと思ったのにもっと強い奴らがいたなんてな。そうなんでやんすよ。俺たち本当に勝てるでやんすかね。大丈夫さ、みんな。ん？ずいぶん余裕だね、キャプテン。久しぶりに見たわ、マックス。そうだぜ、エンド。イプシロンはジェミニよりもずっと強いに違いないんだ。ああ、多分な。でもジェミニの時もそうだった。はじめは全く歯が立たなかった相手でも、努力して勝ってたんだ。それで俺も思ったんだ。絶対勝つって信じてたら、勝てない相手はいないんだって。キャプテン。うん、そうだよね。みんなで頑張ればイプシロンにだって勝てるよね。いいなあ、みんな強くなって。俺たちも早く一緒にサッカーがしたいですよ。シド、久しぶりだな、お前も。焦ることはない。お前たちは今、怪我を治すことだけ考えていてくれ。ああ、治ったら特訓だぞ。覚悟しとけよ。治ったらすぐ怪我させそうな感じだな、エンド。みんな聞いてちょうだい。次の行き先は決まったわ。え、本当ですか？ひとみこ監督。イプシロンから襲撃予告が入ったそうよ。理事長から連絡があったの。襲撃予告、派手だね。この間ジェミニを倒したばかりなのに、それだけ敵も焦ってきたってことかな。次の襲撃先は京都にある万有寺中よ。すぐに出発しましょう。万有寺、万有寺中ですか？わあ、びっくりしたな。なんだよ、勝利話したかったわ、お前と。万有寺中、カンフーをたしなむ者にとっては憧れの学校ですよ。厳しい修行によって鍛え抜かれた強い体、研ぎ澄まされた心、彼らのサッカーはスピード、パワー、どれをとっても超一流なんです。へえ、でもそんな学校がなんでフットボールフロンティアに参加しなかったんだ。それが万有寺中は自分の心と体を鍛えるがモットーなので、外の学校と試合はしないんです。でも参加してたら優勝間違いなしだろうって。うわ、優勝間違いなしか。俺も万有寺中のことはよく知っている。帝国が表の優勝校だとすると、万有寺は裏の優勝校だと言われてる。怖っ。なんか企んでそうだな、万有寺。裏の優勝校とか。